はい、皆さんどうも、ちゃちゃと申します。さて、今回はですね、前回はつくもがみーず第1話プレイしたんですけど、今回は第2話プレイしていこうと思います。それでは第2話プレイしていきましょう。第2話、おいしくないけど人生舐める。翌日だよ。まあ第1話のね、まあこれは結びなのかな。ん、ちょっとタンマ、ちょっとタンマ、待って、これ電話、これ電話、公衆電話のやつじゃん完全に。そいでもって、これ飾ってんの、家金持ち、金持ちじゃん。そして家広いね、家てか、こんなものまで飾ってあって、どうしたの、学校行かないの。やっぱ出たくねえ。行くって言ってたのに。風だよ、バレッバレのケボだ、騙されるわけないじゃん。やだ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 、どうしてもって言うなら無理やり連れてってみれば。いいの、へっ、歩くことを足を運ぶって言うでしょ。だから無理やり連れていくには、言霊の力で足を生み出してよしと。言霊の力で足を乱すってどういうこと？足を運ぼう。ん？移動方法はいつもと同じ。途中で一度バスに乗ってね。バスはすぐ行っちゃうけど、何度も来るからうまく乗ってね。これでスミカの足は勝手に学校に運ばれるよ。あ、セーブすんだ。ん？ダンマ。今バックしてん？待って。バスの向きってそっちで当てたっけ？だからバックしてるようにしか見えるんだけど、バックしてません？バスがバックしてるようにしか見えないんだけど、先頭そっちだっけ？何これ？足が勝手に、足っていう文字が動いてる。シュールな絵だな。足を動かしてんだよ。学校にガー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 。説明されても全然理解ができない。ガー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 。江戸はるみはグー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 。いや、このネタ知ってる人どんぐらいいるのかな。で、うまく乗ってくれと。ちょっとこれ事故るっていうパターンもあり。あ、事故れねえ。バイ、こんなタイミングで。はい、乗れました。こんな森の中に、森の中に学校があんの？こんな森だらけの中に、めっちゃ寂しいところに学校あるな。本当に無理やり連れてくとか、バッカじゃないの？バカにしたやつから一本取られるとは、ぶざまだな。クッ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 ク。ああ、もう悪霊まで出しちゃった。ん？悪霊になってる間は結びは足を動かせない。ヘイヘイ、マドレール。あ、しまった。待った待った。これ、こっちに戻れ。乗れないじゃん。バスに乗れないじゃん。帰るができないじゃん。よーし、着いたぞ。I lost。 足になってんだけど、セーブ画面が足になってる。セーブ画面が足になってる。そして教室へ。いや、生徒すっくな、生徒すっくな。ふう、やっと来られたぞ。完全に無理やりやけど学校に来られた。よし、目標はクリア。あとは人と関わらないために基本で寝よう。なるほど、学校って楽しい。うひゃー、やかましいよ。鬱陶しいのは髪だけにして。いや、君もさ、鬱陶しいタイプの髪の毛じゃないのさ。だいぶ毛量が多いよ。てかさ、高速違反並みじゃないの、この髪の量は。いくらさ、愛でも無駄だよ。僕のことは住処以外に見えないから。私も見えなくなりたい。冷たい。僕がいないと学校生活を送りづらいのに。そうかな、割と喋らなくてもいける気がしてきたんだけど。来たのは入学式ぶりなのにみんな興味なさそうだったし、どんだけ不登校だったんだよ。てか、なんで不登校になったのこの子。意外だな、こんな変なマンボウに食べられたような服の人が気に入る。確かに、全く気がつかなかった服装について。確かに服装がもうね、
服装がね、ユニークだよね、服装が。制服は自由だし。あ、制服自由なんだ。それに、むすびだって変な格好じゃん。着物の上に何着てんの？和風のウェイターなの？ウェルカムでござる。な、これは父と母から受け継いだ立派な装いで。両親？つくも神とか言霊ってポッと生まれてるものじゃないの？あー、言われてみれば確かに。あはは、違うよ。そんな誇りみたいな扱いやめてよ。邪魔なだけなんだし、誇りみたいなものじゃん。じゃあ、俺も怒りか？ふざけるなよ。引きこもっておごりみてえな生き方をしたやつが、ほざくな。それとも、ん？なんだ？人が近づいてきたな。ダリーから俺は戻るぞ。あ、そんな勝手な。この代わりようは、何回見てもキモい。担任の犬飼です。覚えてますか？もうハゲじゃん。ハゲじゃん。てか犬飼？あんた首相？犬飼強し先生？犬飼強し首相？おい首相、何してるんですか？待って、犬飼強しさんってターゲだったっけ？あ、そうですか。勉強の方はついていけますか？いや、入学式の時以来って言われてるからさ、無理だろ。ほぼほぼ無理だろ。てか他の生徒は？机こんだけあってさ、来ている生徒の数がこんだけってさ、少なすぎじゃない？そっか、1学期いなかったからね、クラスには馴染めそう？ほらほら、結び、喋らなくてもそこそこ通じるよ。そんな、僕の存在意義は？聞こえますか？ブラジルの皆さん、聞こえますか？今のは聞こえたんかな？今の俺の声。今ちょっとブラジルの人に呼びかけたんだけど。聞こえてる。返事をしないだけ。そんな態度ですと、委員会でこう少年を立たせてもらう必要がありますね。あれ？ダメじゃん。わかりました。環境委員会に入ってもらいましょう。ちょうど人手不足なようなので。なんて環境委員会？あ、そうか、人手不足だからか。なんで4人抜いて環境委員会？あー、まあでも環境委員会って確かになんか人気がなさそうな、委員会だからね。学内を外をきれいにする団体ですから、ちゃんと心を掃除されてくださいね。あ、それからこれ休んでた分の課題です。うわ、いっぱいありそう。まあですよね。それじゃあ、わからないとこはきちんと友達や先生に聞いてくださいね。鬼だ鬼、マジ許すマジ。あの人とは喋らなくていいわ。大体自分のせいでしょ。先生だって偉そうじゃん。先生の言う通りにしたら、先生程度の生き方しかできないのに。もう本当にこの人はどうしようもないな。とりあえず放課後になったら、その環境委員会ってところには行ってみようね。シェゾ！ふざけていられるのを今のうちだ。俺に弱点を晒したとき、その命は消えるんだ。確かシェゾだったよね。あ、ちょっと待って、シェゾのビジュアルもう一回見たいわ。なんか気になるところがあるんだよね。なんかさ、肩からこうなんて、なんか、うひっひっ、あ、なんか骨の上で下ろしてなかった？放課後。よし。授業は滞りなく終わった。さっぱりわからなかったけど。でしょうね。だって寝てただもんね。寝てたんだ。あ、また人が来るよ。今度こそ返事をしよう。こんにちは。よりしろさんだっけ？よりしろさんだよね。珍しい名前だから覚えちゃった。ちょっと待って、俺忘れかけてたわ、今。私は西田、趣味とか教えて。ダメだ。聞いてもいないことをグイグイ言って、ヒットポイントを削ってくれ。ヒットポイントがゲームのおめ、仕方がない。こんな時こそ僕の出番だ。さーて、何を喋らせようかな。どれ選べばいい？西田っち、ヨロピョーン。読書が趣味なの？趣味は乾パン鑑賞。いや、俺ね、これもし僕だったらさ、これさ、もし実況してなかったら、多分ね、真ん中選ぶと思うんだよね、真ん中。うん、でも他のやつちょっと試してみたいな。西田っち、ヨロピョーンって。いや、ここは軽いノリで行った方がいいのかもしれない。軽いノリで行った方が。西田っち、ヨロポーン、ズブブブ。おい、余計な言葉を付け足すな。ちょっと笑っちゃったらいいか。ズブズバズババビューン。あ、ごめんなさい。人違いでした。もう関わりません。あ、やらかしだ。ごめん。これやらかしてしまった。今のは私も引いたよ。
ダメだった？バビュンバビュン挨拶。言霊とは思えないくらい言語感覚が悪いね。スミカは悪口の言語感覚が鋭いよ。ま、去ってくれたからいっか。それより今日は会話したくない。はいや、まだ僕が一言しゃべらせただけじゃん。引きこもり会では聞くだけでも会話なの。わかったよ。僕も失敗しちゃったし、今日は休もうか。そうと決まればさっさとここを出よう。ミッション、誰とも話さず教室を出よう。ただ出るだけでしょ。何がミッションなのさ。何がミッションなんだろうな。持って帰る気はないよ。いや、帰れよ。持って帰れよ。ぐわっ、いや、すげえ、顔、濃い顔。てか、ヒゲの成長早。わしは、学級委員の坂本。ここが、学業の夜明けぜよ。話さないからね。あ、これは？話しかけられるかな。俺は、ピンク大好き、阿部ちゃん。特に、しおりはこの色じゃないと。話さないからね。なんで髪の毛は黄色なのに？ん？これってまさか。うわー、とんでもない本だ。あー、これあれか。いわゆる、あのね、薄い本みたいな感じだ。薄いフォンみたいな感じのやつね。あー、なるほど。だからピンクなのか。なるほど。なんてことだ。この人は怪盗ピンキーなのか。犯人よりも、5行に1回紙を書き上げる探偵が気になっちゃう本だよ。5秒に1回って、もうもはやさ、捜査が進まないじゃないか。賞味期限が10日前。なんでそれを持ってきたんだ。てかもう腐ってるだろ、10日前って。森永って物知り、森永。知っててもお金にはならないけどさ、話さないからね。冷た、めちゃくちゃクールやん。もぎちゃんはムチすぎっしょ。ムチムチは太ももだけって言ってな。何があっても話す気がない。名前何だったっけ。かすみだっけ。かすみ、やべえ。もうこれさ、さっきのあの前回の第1話の実況から時間あんまり経ってない状態で実況撮ってんだけど、もう忘れとる。かすみだったっけ。何、ロッカーに引きこもるつもり。いや、青鬼じゃねえんだからな、青鬼。引きこもるのはやめとけ。よし、ダッシュ出しろか。確かね、シフトで動かしてダッシュ出してるはず。うわ、人が道塞いでる。逆から行こう。よし、じゃあ行くか。これは今日の掃除当番の日はサボろ。ん、バケツだ。牛乳を拭いた雑巾の匂いがする。別のクラスに行くとかバカげている。そうか、そんなこと、よくあるもんじゃないのか。モップ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 。どうした、結び。隣のクラスの掃除は一生するつもりはない。まあそれが、ん、めっちゃイケメンやん。何この人。この学校の生徒。何あれ、ボディーガード。何あれ、ボディーガードって思ったね。うわー、戻ってきたよ、残業。誰が残業だ。また考えてること。むすび、今私に喋らせた。いやー、喋らせてないよ。だから僕にもよく、あ、もしかして、あのボディーガードつくも神かも。この不思議な力はきっとそう。じゃあなんで普通に見えてんの。つくも神が取り付いてる人なら見えるんだよ。なるほどね。ほら、昨日のつくも神もそれが理由で見えてたんだよ。あー、言われてみれば。ねえねえ、僕の声聞こえてるでしょ、つくも神だよね。ね。正解さ。そちらはむすびくんというのか。私のと違い、よく喋る陽気なつくも神だ。うん、僕、ブルーベリーおしゃべり。ちょっとイレギュラーだけど、スミカの言葉に宿ってるよ。あ、スミカはこの子で、あ、スミカだったわ。かすみじゃなかったわ、かすみじゃ。かすみポケモンだったわ。よりしろスミカ。おっと、喋らせればよかった。ふん、私はユサカメデルだ。
ゆさかめでるね。なるほど。あ、やばい、ちょっとスピーカーイヤホンが変なところに来てる。学校内でつくま髪と取り付いた人みんなんでね、世界は狭いね。ゆさかめでる。そしてこちらが私のつくま髪、名前は目視。このアイマスクに宿ってるんだ。アイマスクに宿ってんの？てか君、アイマスクつけま、え、アイマスクに、え、年中無休つけてんの？え、アイマスクつけてる状態で歩けてんの？え、すごくね？めっちゃクールそう。目視。目視って、目視ってあれか、目視ってなんか黙って見るみたいな感じ？あの猫っぽいアイマスクにこんなやんちゃそうなつくも髪がやんちゃそうに見えるか。まあ、確かに赤髪だからね。あらほら、マキシ、なんか一言喋っておきなよ。ん？えへ。あ、こいつバカそうだわ。あ、もう君はどうせ気を抜くと青空になる。キリッとしなさい、キリッと。シャキッとキリッと、キリッとレモン。あ、キリッとレモンじゃなくてキリッとレモンだったわ。キリ。すごい無心、見習いたい。とまあこんな感じで目視はただのアホだ。しかし幸いこのマスクの特性はいるだけで使えるから問題がない。ふむふむ、今までの流れって考えてその特性とは、今までの流れってその特性とは、え、まあ心を読むだよね多分。ふむふむ、心の内を読んでるんだね。いや、これは独身術ではないさ。物がよく見える聴視力さ。聴視力、あ、なるほどね、聴視力か。だからアイマスクをつけている状態でも歩けるっていうことか。故に些細な表情の変化から言いたいことを読み取れる。ん？ええ、それだけっていうと、え、もしこれこの説明の通りに行くならさ、え、じゃあさっきアイマスクつけてる状態でどうやって歩いたの？え、この人の特技なの？特技、それともやっぱり聴視力でそれも見えてるってことなのかな。はははは、君たちの考えはすでに全て筒抜きだ。どうだい、面白いだろう。みんなに心を読まれまくってる。私は図書館か。僕は面白いけどな。ねえ、僕が何考えてるか当ててみてよ。無水は全部口に出てるじゃん。そうだった。しかもスミカは喋らなくて済むから、またもや僕の存在意義が。これはいけない、大変よろしくない、どうにかしなくちゃ。むすびがうるさい、早く帰りたい。わーわーわー、うっは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 っ、ゴリラあるぞ。うほ、こら。いや、うま、切り替えの速さがうますぎる。え、むすびってゴリラだったの？違う、邪魔をしたら読み取れないと思ったの。そうか、帰りたいのか。しかも無意味だったゴリラまでなったのに。だが返さない。もっと君たちのことを暴きてんだ。すべては私にさらすといい。やべえやつだな、この人。こいつもやべえやつな。これも、主人公もやばいやつだけど、これもやばいやつじゃん。あ、そうだ、あの手がある。あっちの世界に行ってくるね。ん？またつくも神の世界？え？ここなら、あの子に僕は見えない。そして僕はスミカの顔をムニムニする。ムニムニ？ムニムニされる？そう、つまり、表情を無理やり変えて読み取れなくしちゃうんだよ。今はスミカの表情はご覧の通り困ってる状態だ。ポーカーフェイスっていうことか。いいだろ、どうすればいいの？そうだな、今回は怒った表情にしてみようか。だから目標はこんな感じかな。忘れないように横に置いとこう。なるほどね。どうしたらいいんだい？さて、顔をムニムニするには、顔の部位を触ればいいんだよ。大まかな場所で OK だからね。触れるのは、眉毛、左目、右目、鼻、口の5箇所だね。これってさ、うまくいきゃ、注意するのは時間が経つと顔が元に戻るところ、部位ごとに戻るよ。それから一番重要なのは、やりすぎると顔が壊れること。よっぽどじゃないと壊れないけど、心臓止まる顔になるから気をつけて。ん？心臓が止まる顔に、え、これホラー要素があんの？ホラー要素的ななんかがあんの？ちょっと試してみたいけど、ちょっとなんかちょっと試してみたいけど、なんか怖いな。俺ね、今一人暮らしだからね、隣にね誰も
近くに誰もいないからさ、心臓止まって倒れたら本当に人生終了しちゃうからね。というわけでこんな感じで表情を変えるよ。もう一度説明した方がいい？よーし、わかった。今度は覚えてね。ん？あ、消えちゃった。ちょっとね、もう忘れちゃったんだけど大丈夫かな。僕は今、スミカの表情を無理やり変えて読み取れなくしようとしてるよ。今はスミカの表情はご覧の通り困ってる状態だ。だからどうすりゃいいって？そうだな。怒ったやつだ。あれ？あれ？繰り返されてんだけど。あ、まあ、いいえだ。はい、押しちゃったからか。よし、ムニムニするぞ。心臓止まる顔になるから、ちょっとね、そうならないように気をつけないと。どうすりゃいいんだっけ？ここをタッチすりゃいいかな。ここ？てかさ、怒った表情になるんだけど、鼻ってさ、二つになるもんなの。あ、戻っちゃった。なるほどな。眉毛も変えられるんかな。で、ここも眉毛にしといて、あんまりやりすぎると、なんか心臓止まる顔になるから、ちょっと試してみたいんだけど、うわ、めっちゃ面白い。あ、これありじゃない？これもこれで。あ、これもまあありだろう。めちゃくちゃ可愛いやん。どんな顔でいいのかな。これ怒った表情にしろって話なんだよね。どうしようかな。まあ、髪の毛の形は変えることができないと。まあ、それを変えられたらすごいんだけどな。なるほど。どうしようか。ちょっとね、心臓の止まる顔ってどんな感じなのかちょっと試してみたいんだけど、ちょっと怖いな。ちょっと怖いな。こんなことでホラー要素準備するもんなんかな。どれ？あ、これか。ちょっと、まあ、とりあえず、まあ、心臓止まる顔については。これは怖い怖い怖い。これは怖いって。目怖えよ。いや、これ怖えわ。こっちは、これもこれで怖えよ。いや、これもこれで怖えからな、普通に。あ、そろそろ。あ、まずい。待て。もうとりあえず、もう進もう。早く進むか。もう、いいんじゃないの。待て、戻らないでください。よし、これで OK。どうだ、この表情。読み取れるものならやって味噌汁。何？怒っている顔してるのに怒っていない。どうなってるんだ、これは。顔芸なのか？聞いてるぞ。思い知ったか、僕のムニムニ。ムニムニ？なんでもないぞ。ハム入りって言ったんだぞ。いや、無理がある。ハムが入るとこうなるのか、クソ。いや、お前もバカか。お前もバカだったわ。ハム？ハム食べたい。後で買ってあげるから。ハム、キリッと間違えた。あれ？でも君、ちょっと怒ってないか？そりゃ、顔をベタベタ触れたら多少はね、あ、ごめんなさい。顔をベタベタ触りすぎましたね。しまった！困ったのに怒ってる顔作戦が台無しだ。台無しにしたのは今の発言でしょう。おー、顔が元に戻った。油断したね。ははは、よーく読み取れるよ。こうなったらもっとムニムニするしかない。え、まさかまたやんの？こうなったら、とにかく好きな感じでムニムニして気が済んだら挑んでみよう。今回は、右下に OK ボタンを用意しておいたからね。飽きたら押そう。あー、またもや注意してけど、今回は触る回数も増えるだろうから、顔が壊れやすいからね。一発目だけ手本を見せるよ。てーい。それじゃあ、レッツムニムニ。なんかこれ面白いな。袋洗いみたいな感じでさ、ちょっとめちゃくちゃ面白い感じ。うわー、やべえ。え、もうこれでよくない？こんな感じで。これももうありだろ。いや、怖いって。この目の形は怖い。怖いってば。いや、これひでえな。だいぶいろいろひどいな。てか、鼻の形まで変わってんじゃねえか。これいろんな形いろいろあると、もういろいろありなんだけどな。あ、よくない？これ。これよくないか？面白い顔としてはもういろいろ最高だろ。
もうこれでいいんじゃないかな、これで。もうこれでいいよね。これでいいのかな。まあ、みんなもね、ぜひね、こちらのゲームをプレイして、まあ、いろいろ試してみてください。なんか、ベストショットがあったら、なんか、僕のツイッターの DM に送ってください。これで OK ですか？うん、OK。よし、この表情でいこう。なんだ、その表情は。これが僕の考えた最強の顔。どうだ、参ったか。やっぱすげえ顔だよな。まあ、さっきも言いましたけど、まあ、こちらのゲームをダウンロードして、ダウンロードして、なんかね、なんかこれ最強の顔じゃねって思ったやつがあったら、なんか僕のツイッターの DM に送ってください。ツイッターの DM に。どうなってんの？私の顔。本当だよな。なんか口の形とかさ、鼻の形とか思いっきり変わってるからね、言っておくけど。普通だよ、普通。見えない。よりしろすみか。君は一体何を考えているんだ。ただ、なんか表情は面白い。やっぱ変なんじゃん。いや、可愛いよ。何その真顔。真顔が面白いってずるい。くっ。もっと目を凝らせば見えるはずだ。目視、たまには力を貸して。メデル、これ以上は。メディ。そんなあ、取れた。猫目みたいな感じ。てか、猫目みたいな。若干可愛いね。猫みたいな感じで。どうしたの？何だったんだろう。光が苦手とか吸血鬼かよ。ともかく僕たちの勝ちだ。僕とスミカはいいタッグだ。おう、イエー。顔も足も引っ張るくせに。まあいいや、すごい疲れたし、私たちも帰ろっか。あー、結びは別にいいか。もう僕も帰ろ。ほらほら帰ろ。おう。うわ、なんですかその顔は。え、そのまま帰るの？戻すの焦った。で、帰らせませんよ。おい、顔がめっちゃ赤くなってる。てか、思いっきり純粋な赤になってる。委員会はどうしたんですか？そうだったー。私は覚えてたけど、行くわけないじゃん。ディフェンス。何このしつこいタコ。たこ焼きして青のにかけてあげようか。それとも、あ、ダメだ。このままだと悪口が出てくる。悪霊、行くだけだよ。散歩で帰るからね。どうすりゃいいの？で、来たけどさ、誰もいねえし。激しすぎる人手不足だ。いや、違うかも。ほら、そこのカレンダーに今日は活動日って書いてあるよ。早く来ないからもう行っちゃったんだよ。どうしようか。交通号、帰る。I'm come home じゃなかった。もう、I'm home だ。まあ仕方ないか。あ、やばい。昨日の？やばい、シェードが来てしまった。なんでここに？ずっと、お前らの解説をしていた。弱点を知るためにな。そして同時に、一人になる機会を待っていた。ここならば、お前たちを助けるものはない。今度こそ、消させてもらう。スミカ、急いで逃げよう。バカが。出口は俺の後ろだ。そんな絶対絶命だ。あ、まずい。ああ、追い詰められた。おしまいだ。うるさい、ピーチーチピーピーまめかないで。二人も邪魔くさい投げた。ああ、本当に臭く感じる。ああ、臭い。てめえだって、てめえ、ふざけんじゃねえ、てめえだって、アホくせえだろが。ひょえー、また。おい、うつののは、なにぼさっとしやがれ。何か策はねえのか、クラス。ああ、怒りてる場合か。なんだその意味は。追い詰められたのはどっちかな。こいつが昨日逃げたのは洗面所にある何かを投げつけた時だった。あ、それが分かったの？だからこんなことがあろうかと投げたものとかを持ち歩いていたんだよ。やるじゃねえか、筆箱を持ってなかったくせによ。こんなのが取り付いた仕返しをしてやる。ああ、ぶちのうるせえ。できなきゃてめえがボタン打つだ。そんなものを投げてどうする。もっとだ。もっとやっちまえ。そりゃそりゃ、ゴミでゴミ大事だ。おーい、やってる。え、こんだけだ。ってか、どんだけ持ってきてんだよ。よくさ、持ってこれたらこれだけの量。ダメだ、手当てしない。投げてみたけど、どれも効かない。
面倒だな。どうせどれか当たりなんだろう。突き当てられるから俺は寝る。もし消されたら呪い尽くすからな。ちょ、急に戻されても、スミカ、本当に大丈夫？それに、こんなたくさんの荷物どこに持ってきたよ。それは気にしなくていい。残ってる持ち物は少しだけ。どれを取り出せば。あ、そういえば、新しく生まれたものに怒りを覚えてるって言ってたっけ。なら、この中で生まれたのが新しそうなものを取り出せば。新しそうなもの？歯ブラシ。新しそうなものって何？わかんねえ。新しそうなものって何？一番新しいもの。ちょっとわかんねえ。歯ブラシ。歯間ブラシ。多分歯ブラシかな。わかんないけど。ちょっと違うパターンをちょっと試してみたいんだけど、違うパターンを試してみるのもありかな。じゃあ歯ブラシにしてみる？おう、歯ブラシ。くっ、それがどうした。少し聞いてるけど昨日ほどじゃない。あれ、これじゃなかった、別のものとしてどれを取り出せば。あ、まあそれはさっき言った新しそうなもの、この中で生まれたのは歯間ブラシ。そう、それは歯間ブラシ。それは歯間ブラシ。やーめろー、今言いましょー。やった、聞いてる。歯間なんて歯間ブラシや。くらえ、これが目に入らぬか。でーにりりりーだーでー、こんな曲だったっけ。あはは、入るのは歯の間だ。くでもだとすると、君が酔ってる立場を奪われた古いものって爪楊枝だ。なんだって。ほらな、笑ってたろ。ん？ああ、そういうことか。そういうことね。なるほどなるほど、そういうことね。爪楊枝のつかのつくもがめなんだこれ。なるほどなるほど、ほらな、笑ってたろ。使われることなく捨てられ、笑われ、どうして黙っていられる。俺は10万年も人類を支えて、10万年も前から爪楊枝ってあったんだ。今が反撃のチャンス。あ、うん、歯間ブラシ最高。うおー、まずあずあ。そんな、もう一回だ。今度はもっと強力な言葉を。そういえば爪楊枝は飲食店のテーブルによく置いておられるけど、化粧室に持って行って使うのは一部ではマナーだったはず。それだ、今の情報から大打撃なセリフが浮かんだよ。それは用事はない。携帯歯ブラシでいい。携帯歯ブラシでいい。よっ、影の功労者。携帯歯ブラシでいいだよね。まあ一応ちょっと、用事はないって選んでみるか。用事はない。おお、つまらない。僕がダメージ受けたよ。別の言葉の方が良かったかも。じゃあ、よっ、影の功労者。よっ、影の功労者。いや、褒めてどうする？別の言葉じゃないと。うん。じゃあ、携帯歯ブラシっていいんだな。携帯歯ブラシって、この世に存在するんだね。どうせ化粧室行くなら、携帯歯ブラシでいい。やめろー。持った後水を垂らし、動くのを楽しむか気も、しゃぶるだけの自身を許せるものか。やむを得、お前たちは後回しだ。どうせ世間から取り残されたやつに、この先をうまくは生きられないさ。ただただ、惨めな思いをすることになるぞ。だが覚えておけ。いずれまた会うだろう。その時が最後だ。必ず必ず。恨みは晴らしてやるからな。世直しは口直しからだ。今度こそ言ってくれた。あー、またまた、早速帰ろう。よーし、本日の活動は以上。と思いきや、なんだこのゴミは。まさか君が、しかも先生から聞いた新しい委員の見た目と一致する。ゴミ掃除がお好きでしょ。さあ、どうぞ、お楽しみなさい。私は帰る、ゲロゲロ。手がかかるとは聞いたんだけど、ここまでとは。ダメだこいつ、もう帰れよ。出てけ、ゴミの化身。失礼な、こうしてやれ。
おい、ほこりほこり、こんなほこりだらけの場所はこっちから出てくし、むちゃくちゃな、二度と来るな、追い出されちゃったよ。あー、やっと帰ってくれた。早く本日の報告しなくちゃ。あれ、昨日は深夜にしてたのに。今日からサマータイムだから。サマータイム、なるほど。で、騙されないぞ。今明けだもん。本当は何、学校行くから深夜やめようってなったの。そっか、健康的だね。てか思ったんだけどさ、この子の両親いるの、いるの、いないの、なんか両親が出てこないんだけど。というわけで早くパソコンに触ろう。ん？ん？あー、パソコン、あ、そうか、操作しなきゃいけないのか。これは、うん、これはなんだ、何も反応しないと、何も反応しなくなっちゃったね。まあパソコンに行くか。これは、まあいいや、パソコン。あ、ダンボールハート、本日の報告求む。今日は学校に行ってきた。いきなりいろんな人に絡まれた。とびきり怪しい人にも目をつけられた。一日でこんなに疲れになって、やっぱり学校は恐ろしいところだ。そうか、私も学校に行ったよ。私は逆に勇気を出して人に話しかけてみたんだ。さすが、結果は上々、仲良くやっていけそうだ。君も頑張って。コミュニケーションのコツは相手を知ろうとすることだ。確かにね。ありがとう。じゃあまた明日。あー、また明日。ん？また明日と。え？え、これってさ、え、もしかして、もしかしてさ、ダンボールハートってこの人？うん。カメエビもうまくいってるようだ。ダンボールハートだった、やっぱり。いつかカメエビとも、富士山の上でおにぎりを食べたいな。おにぎり美味しい、アムも美味しい。そのためにはまずもっと人と話さなきゃね。今日が記念すべき一人目だ。ただやっぱり人と目を合わせるのはまだ先かも。メデルさん、そろそろ夕飯ですわよ。あ、はーい、お母様。こいつも金持ちなんだ。てか確かに家の内装が豪華そうだよな。報告終わりっと。はー、今日は疲れしかない一日だった。でもスミカ、昨日よりいい顔してるよ。そう。じゃあまた行ってもいいよ。でもさ、何？あの爪楊枝は取り残されたやつはうまくいかないって言ってたけど、それでもうまくいくのが私だよ。まあ確かに今日はうまくいってたね。だから決めたよ。え、まさか喋る決意よ。いや、行くけど、絶対喋らなーい。そっちの決意かー。あ、二人に増えてる。前回のエンディングでは、この子、その、スミカさん一人だけだったのに。はい、皆さん、第2話いかがだったでしょうか。スミカちゃんが学校に行くようになって、これだけでも大した成長じゃないでしょうか。さあ、第3話も楽しみですね。まあ、こちらのゲームは、まあ、81話まで公開されてるんで、で、まあ、ぜひね、気になる方はね、ぜひプレイしてみてください。まあもしかしたらね、まあもちろん続きはね、やる予定っちゃ、まあやる予定はね、ちゃんと頭の中で考えてあるんで、まあ一応楽しみにしといてくださいね。まああんまり期待はしてほしくはないんですけど、まあ多分やると思います。第3話以降も。ということで、もしこちらの動画が面白いと感じてくれたら、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。あとはですね、この動画の、この動画のですね、あ、もしかしたらこれニコニコ動画に投稿してるから、フォローかもしれないね。フォローしてるかも。あとはですね、こちらの、動画を、拡散したり、このチャンネルを拡散したり、このチャンネルの過去の動画とか、他の動画を見たり、そこら辺もよろしくお願いいたします。ということで、また次回の、動画でお会いいたしましょう。おつがま。バイバイ。